三枚岩先生です。やっぱこのね、私の持ってる中でインジケーターではね、これが一番簡単ですね。稼ぐのが一番簡単だと思う。で、このね、まあ、左上の GBP、JPI で、確保してるとこマイナス2300、1400円ね。今さっき立ち上げたとこなんだけど、どっちが2000、マイナス2300円か1400円、どっちがモード1、モード2ね、どっちが稼いでるかって見て、上昇してる方向のモードで通していくんですね。このシグナル通り、パーセント。でね、冬なんで、まあ、シグナル待ちなんだ、これね。2個来てるんですね、これね。で、この場合は、モードの、ね、切り替えでよく見て、で、いつもね、上がったり下がったりするんですけど、まあ、最高4万ぐらいまで上がったんだけどね、ここね、先日でね。8000ぐらい上がるのが妥当。で、やめとくのね。上がったり下がったり上がったりするんで、これはね、8000ぐらい上がるまで投資する。ね。で、あ、今、シグナル来たね。シグナルが入ったんですよ。どこが入んないんだ？あ、まあいいや。アラート今音を減らしてるんで、シグナル入ってます。色になってんだけど、6636だから、6時間で分析させる。ね。で、この勝率が61、60%以上10個以上の取引。見ると、11勝7敗ね。あ、これはね、リセットされる。で、こっちのモードの方が勝ったんだけど。左上ね、GBPG。通常で買ったね。で、これにね、これで投資するといいみたいなのね。まあちょっとほったらかしてて、集計待つんだけど。上がったり下がったり、上がったり下がったりするんですよね。1日でね。1日で3回ぐらい。上がったり下がったりする。状況で通していくのが一番いいですね。私の持ってるインジケーターで一番、あとは素人はダメ、やっぱ。素人はクレーム入るよ。使う。だから売ることも貸すこともできない。損害回生とか、損害が出たとか言う。優しいのは何もないわな。ということですよ。稼ぐにはやっぱ難しい操作しないとダメ。ということですね。それでね。どうもありがとうございました。